隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス残業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるか。このアジアカップベスト8で敗退となった日本代表ということで、今日は日本サッカーの未来を宮本さんと一緒に考えていきます。圧倒したはずだった。Revisamos el video ahora del partido con Emiratos y nos tiraron dos veces a gol, dos veces. El equipo fue superior, totalmente superior. シュート数35本、ボールポゼッション 68.1%。 数字とは裏腹に日本に突きつけられた敗北の二文字。なぜベスト8で姿を消したのか。苦しんでいるのは A 代表だけではない。去年リオオリンピック代表をはじめ若い世代が揃ってアジアの壁にぶつかった。なぜアジアで勝てなくなったのか。日本が抱える問題、目をそらせばロシアのピッチは遠ざかるかもしれない。アジアカップベスト8敗退という衝撃的な結果となってしまったんですが、宮本さんは UAE 戦どのようにご覧になられましたか。そうですね、やはり試合の最初の入り方があんまり良くなかったのと、はい、決定力不足がやっぱり原因かなと思いますね。シュート数多かったですからね、そのあたりのデータちょっと見てみたいと思うんですが、まあ、シュート数もそうですし、ボール支配率もこのデータでは圧倒しているわけですよね。そうなんですね、はい、ただちょっと僕が気になったデータがあるんですけれども、はい、インターセプトの数とそれからタックルの成功数、これは UAE の方が上なんですね。そうですね、特に前半日本の攻撃がこう一人一人ボールを持つ時間が長くて、はい、少しゆったりとした攻撃になったんですよね。そうすることによって相手のそのインターセプトであったりタックルする機会が増えたというふうに思うんですね。でもやはり日本というのはワンタッチツータッチで早くボールを動かすというのが特徴なので、まあ、それが見られなかったのがこの数字に表れているのかなと思います。なるほど、この数字 UAE が攻撃読みやすかったというのが一つ敗因になっています。さあ、そして先ほどの VTR にもありましたが、アジアで勝てないのは A 代表だけではないんです。去年各世代代表のアジアの戦いで揃ってベスト8敗退となりました、はい、そして特に気になるのが下のカテゴリーです。U17 代表は5大会ぶりにワールドカップ出場を逃し、 U20 代表は4大会連続でワールドカップ出場を逃しています。宮本さんは各年代でこのワールドカップ経験されているわけですが、はい、この年代で世界を知るということの意味、やはりメンタル面が鍛えられるというふうに思うんですよね、はい、世界大会のピッチに立って戦うことで得られるその国の威信をかけて戦うことの意味だったり、はい、また世界大会に行くことが当たり前だというような意識を普通に持てるようになること、それが大事だと思いますけど、ね、アジアでは勝って当たり前だという意識が持てるかどうかというところですね、はい。まあ、ちなみに U20 ワールドカップの出場国ちょっと見ておきましょうか、はい。うん、ちょっと顔ぶれだいぶ変わりましたが、宮本さん注目は。はい、ミャンマーですね。ミャンマー、はい、ミャンマーは本当近年日本のサッカーに追いつけ追い越せということで、戦術であったりサッカー以外の部分、運営の部分でも真似してきているので、はい、こういった結果につながっているのかなというふうに思いますね。はい、さあということで、日本サッカーの未来、今のこの現状を打破するためには宮本さん、ズバリどういうことが必要になってくるでしょうか。やはりスペシャリストの育成をぜひ目指していきたいなというふうに思いますね。まずは育成のところからということですね、はい。やっぱり子どもたちのところからと思うんですけれども、今までそのポリバレントなところっていうのが重宝されてきたと思うんですけれども、はい、やはりこれからはその個の部分、何か特徴に長けた個っていうところ、スペシャリストを育っていかなきゃいけないなというふうに思います。その個の部分というのはある意味こう相手に脅威を与えるような武器であったり。そうですね、ドリブルで必ず1人2人を抜ける選手、遠目からのシュート必ず枠に飛ばせる選手、ヘディングでは絶対負けない選手、いろんな個があると思うんですけれども、はい、そこがないとこれからのサッカーでは勝てないのかなというふうに思いますけど、ね。そうですね、まずはアジアを突破して世界にというところね、はい、各年代一緒ですからね、はい。さあ、そして日本代表6月からはもうワールドカップの予選が始まります。このような動画を作るだけで月36万円稼ぐことが可能なんです。詳しくは説明文の URL へ。